どうも、まさるこです。では、ラスト続きをやっていきたいと思いますが、あと多分2日、2週、公式サーバー、EU サーバー2週間で、あと2日となりましたが、この拠点が未だ無事で何よりです。で、そろそろまあいろいろね、物資もあるんで、ちょっとここら辺とかアウトポストにてちょっと換金しつつ、これもちょっと精油に変えつつ、あと余りは換金しつつをちょっと行って、で、その後、またアークティックベースに行きたいなとか思うんですけど、まあちょっと地下も行きたいけどね、ミリタリートンネルの地下のとこも。まあとりあえずでもちょっとスナイパーがあるので、で、まあ一旦ここまで行くんですけど、実はすごいね、周りでね、ただひたすらにね、あ、違う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 、ひたすらにね、銃をね、乱射してる輩がいるんですよ、周りに。さっきもちょっと撃たれかけたんです、ファーム行ってた時に。なんで、ちょっとどうかなっていう。で、今度は忘れません。撃つときは、これ普通にいるときはこれいいけど、アークティックベースに行ったときは、このサイレンサーを外した方が威力が下がらないということですな。よし。それ忘れちゃうんで、せっかく教えていただいたのに。威力が低くなるんですね、サイレンサーつけたままだと。果たして。無事にアウトポストに着きたいが、乱射してる人がね、いるんですよ、なんか。やからが。なんか知らないけど。もう多分、もうだいぶもうあと2日なんで、結構、インしてる人が少ない分、もう多分、敵をね、探してね、片っ端からで、ね、撃ってるんだと思います。なんか。で、出てこいよ、みたいな感じの人がいるんですよね。それが怖い、ちょっと。そういう輩がいるのが怖い。さっきラストやってて初めてなんですけど、雷がすごくて、もう家の中にいても稲光が貫通するほどの雷がさっきすごくって、夜。夜通し。あれ？なんかここ遺跡減ってない？あれって TC が入ってたわけじゃないんだ。普通にただ建物だけだったのか。遺跡が減ってる。こういい感じの遺跡ゾーンだったのに。ほら、もっとカラフルなさ、遺跡がいっぱいあったはずなのに。ないなったね。風化しちゃったのかな？あ、でも1個ある。1個あるけど。1個あるけど。1、2個あるけど。風化しちゃったのかな？それか、やからが、もうやることないから、こういう片っ端から小さい建物ボコ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 、破壊王がいる可能性もあるけども、ただの破壊王なだけっていう可能性もあるけども、こっち側もまた風景が変わってるかな、いろいろ拠点がなくなったりしているんじゃないかと思うのですが、マサルコはマサルコのラストをやっていきたい。あそこも壊れてるのかな？なんか、かまどだけあるけど。かまどだけのゾーンなのかな？岩も拾ってこっと。木も拾ってこっと。よし。で、線路沿いを行けばいいと。道に迷うことはないと。そういうところですな。あ、監視されてる？大丈夫？なんか監視されてる。いやー、のどかだわ。やっぱりもう、あと2日ともなると、皆さんやることがなくなっちゃってるのかな。だから、みんなもう、他のサーバーとかにまた切り替えてやっているとか、そういうのもありそうですね。なかなかに。いやー、いい。のどかな。ここら辺全然お家なくなってるもんね。元からあんまりなかったけど。うん、あそこに一軒あるね。あそこに一軒あるだけあるね。
もう服装もアークティックスーツをゲットして、それを着てるから、ここで寒すぎるっていうのが出ない。すごい。寒すぎるが出ないことによって体力の減りもあんまりないというね。だこの格好で、なんだっけ、ここのアークティックベースに行きたいところなんだけど、タクティカルグローブっていうのつけれないよね。そうね、これつけちゃった。タクティカルグローブってやっぱりすごいなって思いました。前回、地下行ったとき、あ、地下じゃない、ミリタリートンネル行ったとき、2回目だったんですけど、1回目はタクティカルグローブをつけた格好で行ったんです。なんとなくだけど、エイムが良かった気がするんですよね。で、やっぱ2回目、このアークティックスーツでタクティカルブルグローブつけずに行った時の方がブレてた気がするんだけど、まあ、まさるか下手ということはさて置いといてですよ。それはさて置いといて、なんか自分の感覚的にだいぶそこが違ったですよ。違ったですよ。やっぱタクティカルグローブってブレがないですよ、あれは。だもんで、もしお金ができたら、それももう一個買って帰りたいなと思ったりする。で、アークティックベース行くとき、やっぱ寒い格好だとダメなんだけど、どうしよう、違う違う、タクティカルグローブつけていくとなると、この防寒のやつが、パーカーじゃなくて、ジャケットを作って着ていけばいいのかな。パーカーが一応防御力的には一番高いけど、やっぱ寒さにちょっと弱い。こっちの方がいいんじゃない？入り口こっちか。寒さに弱いことを考えると、ジャケットとかを着てった方がいいのかもしれないかなって思うんですけど、どうですかね。まず布ね。まず遡り選手権の練習して、まず遡り選手権に行く。はい、すいません、どうも。遡り選手権に来ました。まずここでしょ。まずここで遡り選手権。よし。よし。まずね、まず一旦これして、で、で、挨拶して。いるんだね、やっぱ。挨拶して、で、ここで一回、こうして、こうして、こうして、で、持ってかれないか。大丈夫だよね、きっと。で、ここで、グリーンカード売れるよね。カードキー。バイ。バイします。バイ。バイ。バイ。よし。一旦バイした。で、ここでポコポコしてるけど、かなり時間がかかる。かなり時間がかかるし、ちょっと500は売ってもいいかな、ここで。ここで売っちゃおうか。ここで一回売ろう。どんぐらい売れるんだ、これ。500売れるの、これ。あ、売れる、売れる。なんで504なの？なんか気持ち悪いな。なんかぴったりの数字がいい。あ、450ぴったり。そんなにお金にはなんないんだね、これね。じゃあ、あとこれはせっかくお金にそんなになんないんだったら、こっちでポコポコしちゃってもいいかもね。ポコポコに入れといちゃってもいいかもね。あ、500までしか入んないか。あの人もなんかあそこで売りに来たんだね、きっと。まだいるかな？チラリズムしてくる。遡り選手権。
坂登り選手権してる？あれ？いなくない？あ、いない。なんで？じゃあ坂登り選手権行きます。よし。どこ行ったんだあの人。怖いんだけど。なんか迷彩服みたいの着てたよね。え？ NPC じゃないよね。普通の人でしたよね、今ね。多分だけど。これなんか売ってもそんなお金になんないから、ある程度ここでやってった方が。全部入れて、で、多分これ木足りないから、足りない分だけ持って帰ってくればいいか。で、あとなんかすることあったっけ？あー、布さんがもうちょっと売ってもいいか。さっきの人何しに来たんだろう。あそこで何か売りに来たんじゃないのか。あそこに、ああ違うね。こんなに、なんか研究者の人っていうかさ、この軍みたいな軍人の人、あ重なり合ってる。好きなお前、君たちなんかできてない？今こちょこちょ話してたべ、二人で。こっち行って。タクティカルグローブをそうだ買うんだ。タクティカルグローブここだよね。よし、買おう。2個買おう。よし。で、これも、これがさ、あれだよね。これ、買っちゃおうか。もう作れるから、作れるけど。作れるけど、これとこれ買っちゃおう。あ。はい、ということで、ゲームが、落ちましたので一回起動し直して大丈夫だよね。あ、よかったよかった。今どういう状況で、で買って、これ買って、これも買おうって言ったんでね。そうすればこれとこれ来ていけばいいと。でここでまた坂登り選手権して、よし、これでいいね。OK。で、まあまあ、200。まあ今お金使っちゃったもんね。買ったから。これそんなにいっぱいいらないか。家に1000くらいはあるんだよな、提出燃料。そんなにいらないか。でもついでに来たからついでに。ちょっとやって、売れる分は売るか、これで。で、タクティカルグローブも買って、寒さにも強い。メタリーグローブは武器の安定性。そう、これがすごいと思う。この武器の安定性っていうのがすごかったんだよな。これ。マジで。じゃあこれ500ぐらいまでしたら、ちょっとじゃあ、売ってくるか。もうこんないらん。こんなで、ちょっと一回売りに行くか。そんなにお金にはなんないけど、でも、そんなに使わずに終わっちゃうんであれば、まあ、売った方が、まあいいんじゃないかというね。315。これ入力もできるんだけど、こう、315。ああ。よし。で、あと3。3余ったから、3はこっちに入れとくか。
YM も500になるな。布はこれでいいよね。で、炭も木炭もいらないか。とはいえちょっともったいないなと思う、売るのもったいないなとかいう気持ちが出てきてしまう。せっかく来たからという思いね。ちょっと周りファームする。こっちからこっちの方が、さっきの人私が出るのを待っているんじゃないか。え、違うよね、びっくりした。とか出てくるのを待ってる。何の音、この人の音、この人のとか。あの人のとか。ちょっと怖いな。さっき出会った人にやられちまうんじゃないかという恐怖が私を襲う。あれどこだ？あ、ここか。どっかで見られてるんじゃないかっていう恐怖が私を襲っています、今。変なとこでゲーム落ちてほしくないな。なんか変な音がする気はするんだけど。この近く。さすがにこの弾の数とこれだといけないですよね、あそこにはね。しかもダメか。タクティカルグローブをつけれないんだね。あ、ちょ、はずいはずい。ちょっとはずいはずい。恥ずかしい。恥ずかしいよ、それは、急に。裸手袋は恥ずかしいよ、さすがに。これ200ぐらいになったら行くか。なんかね、もったいないなって思っちゃうね、売るのが。まあこの木を入れて、どうせ木ちょっと足りないから、この木の分だけやる。あ、でも木まだあんのか。じゃあ別になんちゅうことはないか。でまあこれ早いから、この分だけ200もいったな。あとちょっとだから、あーでもそうか、木が足りないね。木をちょっと入れて、ちょっと入れすぎてみた。で足りない、ちょうどぐらいじゃないこれ。いや、怖いな、さっきの人。じゃあ、インしてる人がさ、少なくてさ、その銃をぶっ放してる人たちがさ、絶対さ、さっきの人さ、まさらこ探しに来たよね。人、アウトポストに人いんじゃねえかみたいな感じで来てさ、多分やれんじゃないかみたいな感じ な気がするんだよな。嫌だな、タクティカルグローブ2個買ったんだから、帰らしてほしいな。
よし。帰ろ。帰ろ。いや、なんかあの人待ってる気がする、どっかで。多分あれさ、あそこに、でさ、監禁したいんじゃなくてさ、人がいるからちょっとっていうことだけだったんじゃない？いるんじゃない？どっかに。あ、こっちじゃない家。まずい。まずった、まずった。こっちじゃない。こっちだ。まだここはセーフゾーンだよね。まあ、目立つ行動をとってる。このどっかに潜んでるんじゃない？で、後ろから追っかけてきて撃とうとしてるんじゃない？あの人。もうすべてを疑ってかからないといけないから。すべてを。大丈夫そうか。多分きっと大丈夫。きっとあの人もラストのこの最後の余韻を楽しんでる人だと思う。そう信じていこう。多分どっかで待ち伏せとかじゃないと思う。ここもまだセーフゾーン。よし。こっちは炭フェスで来ちゃってるから。あ、でもいなそう。ここまで来て撃たれないってことは、どっかで待ち伏せしてた、してるってことはないでしょう、多分。多分ね。このうち壊れてる。こんな木壁をやったって壊されるんだよな。やっぱ運ですよね。あ、ここは前も壊されてたか、言うて。ガクガクしてるのが怖いんだけど、大丈夫かな？ゲームの調子が悪い。たまにというか結構な頻度で落ちるんですよね、ラストって。ああいう、やっぱさ、ああやってさ、金、あの、鉄？鉄強化するとやっぱ目立ちますよね。どうしても。もうあのうち2回木じゃない？あ、寒すぎるって初めて出たかも。この雪山を登って。あ、登らない方がいいか。登ると寒いか。こっちから来た通りに、ちょっとこっち側の線路沿いから帰ろうかな。線路沿いから帰って、寒すぎない感じで帰って、木材。今んとこそんな、あそこはしごかけてくれてる人がいる。行ってみる。あ、ここ何度か通ったことあるわ。このなんかよくわからない象形文字みたいな。多分これって目印ですよね。ここにはしごあるよっていう自分たち。え、なになに？びっくりした。はしごあるよ。こっから登れるよっていう、多分目印。ありがとう、はしご。5度でも寒すぎるか。服着たよね。のが、まあ、家まではショートカットだね。だいぶショートカット。猫、亡くなってしまった古代遺跡を通って帰ればいいと。あ、ベッドがいっぱいある。なんか、何かが起こった後って感じ。
っちから行こうかな。結構こっちでね、銃声がすごかったんです。あ、ちょっとこっち側から行こう。まあ、どこの人かわからないけどね、もはや。たまにラストからのお知らせが来るのはやっぱ公式サーバーだからですよね。前に公式じゃないやつでこう、チュートリアルっていうか日本のサーバーでやってた時はこういうの出なかった気がする。で、またこっからの帰り方がね。あれ？ここに拠点だからあるわ。全然ある。静かになったかな。バンバカ打ってた人、静まってくれたかな。確かこっちからって行けなかったんだっけ。や、行ける道があったような。なんか、あ、ここ行けるか。ここ頑張りで行ける。行けない？行けない？ちょっと行けない？いや、ここね、行けるはず。なんかどうかしたらいけるみたいな。これ普通に 飛ばなくて通れるんじゃん。なんだ、飛ばなくても通れるんじゃん。これ上まで上がって、で、帰れば OK と。OK。そしたら、あ、こんな家あったっけ？あ、なんかすごい。え、ここどこ？こんな家あった？何この家？こんな家あったの？何もない。何も入ってない。もうやられちゃったやつ。え、ムサルコンチの上にこんな家があったんだ。知らなかった。ほら、今11人しかいない。でもそのね、まあ、マサルコンのいて10人のうちにすごい輩がいるから。猛者っていうか、もうよくわかんない。精神ぶっ壊れちゃったみたいな行動をとる人がね、いるんですよ。ちょっと、これで一回落ち着いて、で、多分一回これ行ったら夜になるから、一旦、ちょっと準備して、夜明けとともに、アークティックベースにちょっと行こうかなと思いますので、ちょっと一旦じゃあ、夜になって、朝一になるまでちょっと一旦待ちたいと思います。はい。ということで、今夜なんですけれども、ちょっと一旦このね、部屋をね、ほら、3つつけたの、ツナ缶ランプ。これすごいいい雰囲気じゃないですか。これはね、本当に知らなかった。本当にこれいい。これ本当いい。ただ、提出がいっぱい今、有り余ってるからこれができますよね。こういうことがね。今こんな感じで持ってて、で、前回このドラム缶叩きを忘れて、ドラム缶叩けなかったので、一応今回はこれも持っていって、で、布を大量に持ってって、こんな感じでどうで、これは一応もうサイレンサーは外しました。で、こっちは一応つけてます。遠くからまあ撃って、初手これでやろうかなと思ってるので、ちょっと、これはこうしました。で、一旦もう向かって、ちゃってもいいか。で、そうだそうだ。服が、これ、パーカーの下には、これ着れなかった。しかも、常勤で作ったアーマーが、この上には着れなくて、で、まあ、タクティカルグローブはつけれるからなんだけど、でも、防寒はしてった方がいいから、一応これと、道路かも、防寒がマイナス8になるんだ。これ、例えば他の装備ってなんか腰に当てるみたいなのあるんだっけ？腰当て、こういうやつ違うの。本庁、ベスト。パンツではないもんね。他にはないんだよね。つけない方がいいとかもあんのかな？木のアーマー。これはパンツだもんな。寒さはこれは減らないけど、ダメージがプラス10。
プラス10。ダメージ20。うん。寒さが減るのがどうなのだろうかという。あ、これも防寒がマイナス4か。でもこれはつけていたいな。これつけない方がいいのか。どうしてもこのタクティカルグローブをつけてやりたいっていう。でもやっぱプラス20ってでかいですよね。弾丸ダメージ。か、大丈夫か。で、ご飯、まあ、ちょっと持ってった方がいいかな。とりあえず、じゃあ、ちょっと出発してみようか。まだ夜ですけど、ちょっと出発するか。一旦これ消して、さすがに暗すぎてあれかな。で、食事はここのやつを持っていくか。キノコ、これを持ってって、まあ途中食っちゃうでしょう、多分ね、このぐらい。布持ちすぎ？これ。ちょっと持ちすぎ？さすがに。気持ち減らす？77枚減らしてみるか、じゃあ。こんなもんで。これでどうでしょう。かと。よし、じゃあ行こう。こう行って、こう行って、こう。怖いな。夜怖いな、やっぱ。で、ちょっとこれ。あ、でも明るくなって聞いた、これ。来てない。これ上から行こうか。あ、でもちょっと明るくなってきてる。あ、みんなスボールオイルリグとか行ってくれてる？だとしたら。こっちから行こう。こう行って。あ、トゲトゲ注意。トゲトゲ注意で。で、こう行って。ただどっかでまた、崖から落ちそう 崖から落ちそうだけど。ここら辺どう？ここら辺どう？いいんじゃない？ここら辺どう？ん？くぼんでる？ここどう？あ、まずい。あ、どう？もう降りれたんじゃない？よし、降りれた。よしよし、いいぞ。降りれた。よし。やっぱ絶対このタクティカルグローブのおかげでエイムが安定したのは間違いない。ミリタリートンネル行った時にすごく実感しました。本当にアウトポストでしか買えないんでね。これ作れないんだもんね。これも教えていただきましたけれども。けれども。あ、夜が明けてくる。夜が明けてくる。危険な時間帯に。みんなそういう、お友達同士でやってる人たちはみんな、そういうモニュメント、一人じゃいけないモニュメント、どんどん行ってください。私はちょっとアークティックベースをもう一度襲撃しに行きますからね。もっとこっち側から行ってもいいか。安全策、安全策。すごい地図見ちゃう。方向うんこだからさ、その都度都度で、都度都度だよ。都度都度、方向を間違ってないかやっていかないと、なんか地図見ないでさ、走ったりする。いつの間にか家に帰ってたりするからね。あれ？さっき家出たはずなのになんか家帰ってきたんだけど、みたいなことになりかねないんで、そのぐらいの方向うんこなんで。あとこれまっすぐ行きゃ着くよ。まっすぐ行きゃ。だから250に、今上に数字が出てるけど、250をずっと行けば、で、まあちょっとね、こう行けないところは、こう、まあもちろん迂回しますけども、ちょっとした迂回をね、見せていくけども。
人生は遠回りした方が楽しいみたいなとこもありますからね。あまり気急ぐことないですよ。そうなんです。人生100年時代すごいですよね。だから、そういえばこの間ニュースで見たんですけど、今日本の最高齢の人って116歳らしいですね。女の方、女性の方らしいですけど、 116ってまだまだ果てしないですよね。すごいなって。1世紀生きるってすごくないですか。1世紀ですよ、1世紀。まあ116で1世紀以上ですけど、細かく言えば、あ、もうすぐ ここの道が、あの道が目の前に見えてる、あの道がアークティックベースにつながっている道です。ちょっと見えちゃったから、一旦こういうの見えちゃったから、ちょっと一旦ね、パトロールヘリだと？やめてよ。嘘だろ？このタイミングで？マサルがここ行こうとしてのに？パトロールヘリが来るの？信じられへん。あ、でも寒すぎるって出ちゃうけど、少しはマシなんだろうね、きっと。あ、白熊いるぞ。どこら辺から来るっけ？こちらはスナイパーできるからね。スナイパーマサルコ発動できるからね。あ、もうそっちか。もうそこだね。あれが地下鉄の入り口だもんね。あ、もうそっちか。ちょっとこっち側からやろう。白熊五郎がこっちにいたから、ちょっと。白熊五郎いない ところの側から、まだこっからさすがに見えんよな。さすがに木々がすごい生い茂。なんかここら辺の岩を遮蔽に使って前回やった気がするんだけど、ここら辺のとかもうちょっと前でやったっけ。こっちの岩かもう怖いよ。あ、マサルくんもう怖いよ。後ろ警戒して、十分に警戒して。もうちょっと上から見たい。あ、ここらへんか。あ、この頭出し強いんじゃない？ただいない。え、誰もいないのか。え、誰かがもうやった後、もしかしてこれは、さては、さては誰もいないのか。あ、いるわ、全然いるわ。ちょっと全然いた。あ、怖っ。止まって。ほら、ブレが少ないよ、やっぱり。ちょっと、あの人、ちょっと。あ、そっち行っちゃう。あ、下がってた。ちょっと、今止まってるのに、あの人。あ、どっか行っちゃったじゃん、ほら。あ、また来たわ、別の人が。あ、来てない。あ、来た。来た、止まれなさい。なんで今の当たんない？え、なんで今の当たんないの？絶対今の当たってもいいやつじゃない？え、これここの上乗ったらさ、大丈夫？いける？これ今、あれってなったよね、あの人。でもあれ
入っちゃった。家の中にちょっとこう木々が邪魔なんですけど、本当に。なんかもっと上手いポジションないかな。もうちょっと近く行くか。仕方ない。この木とかを遮蔽にしてやるか。こう注意しないと、マジでこの人たち優秀だからね。ちょっとのことですぐ撃ってくるだよ。撃ってくるだよ、この人たち。この木々を遮蔽にするしかないか。この木々を。まだ撃ってこないよね。あ、あの岩ある。あそこの岩ある。木。ここら辺見えるかも。いや、そうでもない。そうでもないか。これだいぶまた夜になっちゃうかもな。いるいるいる。あー、中入っちゃった。初手あんまりうまくいってない。こう見晴らし良すぎない？この岩、これ遠いか、さすがに。さすがに遠いか。あ。え、当たるの？それ。当ててくるの？当ててくるのね。それを。君は。もういっか、あれを取っても、これを取っても、これもやっぱり取った方がいいってことですよね。うわ、音すごい響くえげつないほど響くんだけど。すごい音だよ。まあ、いっか。威力が高いならば。止まって。止まって。どこ行くの？これは、優秀じゃない？ちょっとそれは。それは優秀じゃない？どこだ？どこに行った？どこだ？あのドラム缶の後ろか？あ、いるいる。音でかすぎない？ちょっとスナイパーの音。あ、やったのか、一人。そこにいる。すごい音です。この辺家がないから大丈夫と踏んでるけど、どうなんだろう。今の人ももう、あれか。やったのか、やれたのか。あ、いるな、全然いるな。
やっぱ全然サイレンサーつけない方が全然威力が高いのかも。なんか弾の節約にめっちゃなってる気がする。一旦ね、距離を取って。一旦距離を取っていましたね。あそこにいました。今いましたよね。あれ、今いました。今いました。いました。いやー、いろいろちょっと、いろんなものが、岩が。ダメだ。外した。外して家の中入っちゃうね。入っちゃった感じがする。あ、ちょっと待って。あ、そこか。動いてる人を撃つのはすごい難しい。あ、そっち行っちゃう？あ、そっち行っちゃう。見えた、見えた。見えてるぞ。見えている。私には見えている。止まってよ。痛いです。でも大丈夫。私は布がすごいあるんだ。私には。一旦撃った後どっかに行っちゃうのよね。みんなどっか行っちゃうのよ。あ、いるわ。よし。胴体でもやれる。結構これすごいかも。やっぱサイレンサーなし銃すごいかも。ただ誰も来ないでほしい。本当にこっち側にはいないと踏んでるけど、この間も行けたから。こっち側にいるよね、確かね。なんか引っかかってる。なんか何人で襲撃されるんだみたいな。あ、あそこにいる。ちょっとお尻。お尻を打つの外しました。お尻打ち、お尻打ち外した。え、どこの人、どこの人打ってきた今。あの人、焦ってんじゃない。遠すぎるとこっちを見失ってくれるんだ。撃たれた場所がきっと。ここにいて、そこに二人、三、うつ、一人焦ってる人いるよ。ねえ、みんな。ここいいね、後ろからも安心。後ろからも安心。今焦ってる人いたよ、一人。後ろも警戒しながらね。こんなに、あれ人だよね。違う、違うか。よし。これスナイパー楽しい。超楽しい。やばい、熊五郎の音する。熊五郎、白熊五郎だろ、この足音は。やばい、パトロールヘリ来た。まずい。こうしないと死ぬよね。
まずい。ちょっと一旦こうしないと。まずい。こんな方に落ちてしまった。あ、ラットが。どうしよう、どうしよう。でも、こうしないと撃たれるもんね。あ、これつけてちゃダメじゃん。これで大丈夫？全部外さなきゃいけないんでしょ？大丈夫だよね？撃たれないよね？撃たれないよね？よかった、撃たれないわ。撃たれないよね？大丈夫だよね？何もしてないよ。何もしてないって。ちょっと、やめて。戻ってこないよね。怖っ。てか。大丈夫だよね。よしよし。ちょっとズボンとかは？ズボンとかは？ねえ。あったあったあった。あと、なんか、もっと外さなかったっけ、何かを。看板なくなった、看板。道路看板の装備。もういっか。道路看板ぐらい、別に。どっかカランカランって転んでいっちゃった。転んでいっちゃったよ。ちゃんとこう、装備して。よし。上から撃つか。撃ち下ろすか。撃ち下ろしでいこう。これ人じゃない。すごい遠くても撃ってくるね、ほんと。結構見下ろせる、いろいろ。ここ。ちょっと白クマゴロがいる。見てるわ。かわいそうだわ、っつって見てる。よく見るとかわいい。クマゴロかわいい。でもすごい牙。見て、あの牙。よし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 。向こう行ったね。つまんないよ。こんなとこにいても、僕。っていう感じ？あ、そこにいる。今当たった？一生気持ちいい。一生気持ちいい。ここ打ち下ろしポイントいいね。あの人向こうに行っちゃった。こっち側にはもういないか。あの人元気だな。あの人3発ぐらい当ててる気がするんだけど。あ、いるいる。焦ってる。横歩きの人。横歩きの達人来た。横歩き名人。横歩き名人来た。縦歩き名人、横歩き名人が縦歩き名人になった。縦に動くことを学んだ。ついに。横だけじゃなく。ほんで、どこ行ったん？こっち走ってく人じゃない？友達っつって。来ないんか？来ないんか？あれも物資かな？あの黄色い箱。違うか？物資っぽいけど違うんか。どこに隠れてるんですか？あそこにもいい。あ、なんか消えたんだけど。え、なになに、なに、怖っ。
あそこいるよね。なんかおかしい。これまた落ちるかもな、ゲーム。なんか変じゃない？移動の仕方が。え、怖いんだけど。何今の？何？え、ここの人たちはまさか全員本当は死んでいる？マサロコが一回やったから。今の当たってない。当たってるな。焦ってるな。横歩き名人来た。来た。横歩き名人来ました。どこ行くの。ほんでどこ行くの。君でいい。なんか増えてない人。ちょ、横歩き名人どこ行ったの。横歩き名人がどっか行った。そっちにもさっき歩いてる人がいた気がする。今ここにいる人はやれたのかな。いる。当たってるよね。やっぱ距離があるとだいぶ。あ、当たってない。よし、一人やったぞ。あっちにもいる。持ってくる、それを。それを撃ってくる。やるね。やる気勢です、あの人。ここすごいいいポイント。射撃ポイント。あ、いるいる。焦ってる。よし。楽しいスナイパそっちに一人行ったよね。後ろを警戒しながらね。あ、来た。横歩き名人。お前。あと今3人見えた。こっち側に。3人は見えた。あー、物陰に隠れるか。当たんないか。来た。横歩き名人来た。マジで横に歩かれるとさ、ちょっとあれなのよ。当てづらいから。縦に歩いてきてくんないかな。あ、いい、横歩きすごい。横のあんな走ってる姿ちょっとかわいいんだよね。にゃ、どこ行くの？ねえ、どこ行くの？え、こっちから回ってくるの？え、どこ行くの？あの人。え、どこ行くの？ちょっと、あさっての方向にあの人行ったけど。え、どこ行った？あ、いた。来た、おいで。なんであの人あっちにまっしぐら走ってたの？ほんでまだいるでしょ。あー、ちょっとじゃあ場所を変えよう。行って。すごい痛い。すごい痛い。もう2個打っちゃえ。まだ治んない系？
もうこれちょっと行っても大丈夫なんじゃない？そんなことない？あ、全然大丈夫じゃない。いるわ。え、なんで木の陰に隠れてるのに見えてるんですか？ずるいと思います、そういうのは。ここでやる、ここ怖いな。ここ怖い。こっち側は大丈夫そう。やっぱこっちか。こっち側？今どこだった？ちょ、怖い。ここ怖いな。怖い。打つポイントとしてここはちょっと怖い。でも木々があるから。あ、痛い痛い痛い。ちょっと一旦こっち行こう。熊五郎。純粋なクマゴロいた。追っかけられてる？大丈夫ね。大丈夫か。大丈夫だと思う、多分。この木々に紛れよう。向こう行ったね。向こうにいるね。こっち側の人はもうやったんかな？いないんか。あ、いる。全然いる。どこだ？うわ、見えない。ずるい。あそこの頭出し？頭出し名人？頭出し名人来た？あ、いる。それずるくない？当たるんかな？当たったわ。どこですか？どこにいらっしゃいますか？あ、なんかいた気がする今。違うか。草か。絶対あとまだ一人ね、やってない人いるんだよ。もうずんずん行ってもいいか。あ、でも3人ぐらいいたらちょっとやられかねないよね。潜んでるんだろうな、どっかに。ちょっと行ってみるか、一旦。こっち側にいる気がするんだよな。あ、いるいる。音する。どこどこ。痛い。これ来るかな。来る。来た。ああ。来たわ。また来る。危ない。注射打っとこう。で。まだいるんかな。あ、まだいるね。音がした。こっちにいるかな。どっか足音がしたんだけどな。どこだ。どこの足音。足音するよ。上？横の上は。あ、いたいた。
危ない。もういないのかもよ。もういない感じがしない？この辺で倒した人いなかったっけ？一旦こうしてドラム缶を叩きながらか。もういないかも。わからんけど。もういなそうじゃない？ここは何もない。まあ、取ったよね。すごい裁縫道具だらけ、ここ。で、何があるかなと。隅々まで見て、また凍ってるよ。いつも思うけど、弾持ってきすぎですよね、マサルコ、多分。どこもない。電気つけて。これ冷蔵庫か。特にあったかいってあったまって。で、ここ見たもんね。ここない。いないよね。ここに全部リサイクルかけといて。あ、これはあれか、燃料か。お、ジャンク部品など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 で、ちょっと上行って、上には何もなかったんだっけ別に。あ、食べ物があるのか。そんぐらい？あ、これ何？おお、フラッシュライト。あ、これもやっぱ武器だ。おお、彫金のやつ。よし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 。え、どっか降りるんだっけ？あ、ここか。降りて。でも、ジャンク部品も一旦いいかな。で、この上登れる？ここから上って登れるの？こないだ登んなかったな、上。あ、これ上登れるけど、ただ登れるだけだ、確か。あ、やばい、大丈夫か。しか登れるだけ。じゃあ今から行くとこだっけ。これやりながらこうやって、ちょっと待って、ここ来たとこだっけ？来たとこか。来たとこだよね。わかんなくなっちゃった。あ、そうか、来たとこか。で、こっちでリサイクルしようっつって、だからこっちだ。こっちに行こう。こっちに行って、なんかあるかな？なんかあるかな？暗いか。暗いな。これは違う。これも違う。あ、これは。あ、玉か。玉。玉。玉。もっとなんかある、あってほしい。こっちから入ってきたんだね。で、こっちに行ったんだから、こっち側を見る。特にない。特になくて。で。
といて、今ここ行ったから、こっち。あ、これこれ、車のここにさ、あったん。これ気づかなかった。これ前回もあったのかな？気づかない。これ、ここ今来たとこ？ここ今んとこ？ここ今んとこか。マジで迷子になる、ここの建物。こっち今からだよね。こういうとこは基本的に何もないのか。ちっちゃい建物は。じゃあこっち行って。いいんだよね。たま。熊五郎の足音する。この中まで入ってこないよね。来んの？入ってくんの？熊五郎さん。入ってこなさ。あ、ここに2人いたのね。たま。たま。え、この間はライフルボディとか持ってくれたのに、今回なんかそんな感じ？ええー。まあ、ライフルボディあるからいいけども。いいけども。これ、本とかもらえないね。本もらったところでか。本はもらったところでか。ここに。なさそう。なさそう。なさそう。嘘でしょ？ねえ。これは低質燃料のやつか。嘘でしょ？ね、もっとあるって聞いた。ねえ、頑張ったらご褒美くれるって聞いた。弾ばっかり。あれ？ライフルボディとかそっち系のやつは？ねえ。ないか。また早くしないと暗くなるよね。もうこんなもんか。こんなもん。もう行ってないとこないよね。ないとこないもんね。なんか今回あんまりでしたね。なんででしょう。前回の地下鉄もそうだけど、ミリタリートンネルもなんか、なんだろう。頑張りが足りないか？マザルクの。なんだろう。なんかもっと、うわーいみたいなのが欲しかったんだけど、わーいがない。まあでも贅沢か。結構、もらってるか。あ、熊五郎来た。熊五郎来た。こんなもん？ここ見ましたよね、ここはね。あ、見ましたよね。あ、CCTV、CCTV。あれ、ここ見てないか、もう。ここ見てないかも？いや、見たかも。飯食うかも。もらっていくかも。
見たところもちゃんと全部見た気がするけども、見たよね、もうね、内側とかも見たよね、見た、うん、タープ落ちてってことは見た。やばい、暗くなりそう。ちょっと白クマこん中入ってくんの？ちょっと兵士がいないことをいいことに。つけてこう。びっくりした。影が。よし、帰ろう。看板装備はなくしたけど。まあいいでしょう。こんな感じかな？もうみんな見たもんね。この、まあ、石油たちはそんな、あ、でもこういう間見てないか？こういうところになんかあったりするのか？いや、みんなあれか、低質燃料ばっかりか。で、帰る方向、こっちでいいね。通れる？大丈夫。しとれる。で、帰りにもファームをしていって。これさ、またリサイクルしたくなっちゃうじゃん、ここで。してくか。どうせじゃん。ちょっと、木が邪魔。せっかくだから。まあ暗くなってもそんなに遠くないから大丈夫っちゃ大丈夫か。もう取れない取れない。いらない。はしご。はしご。ちょっと待って、一回。か、スクラップだけもらっていくか。で、一回もう一回ちょっと、あ、ここにもあんじゃん、ドラム缶。の看板はいらない。もういいか。もしかしてまだ見逃してる、なんかお宝があったりする？しないよね。よし。てか CCTV カメラすごいあるから、なんか作りたいな、本当に。てかさ、このままさ、地下行けない？地下行ってさ、まあ、でも荷物持てないけど、地下行くのありじゃない？このまま。地下行ってさ、フェリーターミナルで、あれして帰ってくるってどう？これってどっち？こっちから行くの？こっちから行くのか。こうか。はい、毎度おなじみ、ぐるぐるタイムでーす。多分大丈夫だとは思うけど。これ今までのマサルカにあんまりコードないんじゃない？この大胆な。このまま地下行っちゃえっていう。あ、でもあれか。あ、まあ大丈夫か。スナイパー、もう一個はスナイパーだけど。スナイパーで狙えるか。地下だって別にね。いいよね。関係ないよね。スナイパーじゃダメなんて誰も言ってないもんね。これ行っちゃえ。これはいい案なんじゃないか。ただこれはいらない。この弾も、まあ、いらなくなったら捨てりゃいいのか。
いらないと思った時に捨てれば、まあ今持ってるんだから、持っててるんだからいいと。よし、いるのか？この序盤にもいるのか？序盤にいる系？一応布はいっぱい作っといた方がいいんだよな。そんなに持てないか。ギリ持てるか。玉いらない。背中は食っちゃう。背中は食っちゃう。やっぱり痛い。痛いのと痛っていうのが一緒になっちゃった今。でも1回目の痛は、痛い方の痛じゃないですよ。どっちでもいいか。そんなことは。やっぱ AK 強い。AK って強い。なんかギターを持ってる。ギターを持って弾いてる感じ。ギターをさ、こっちで持って、こう、ピックを持って弾いてる感じで、この方をお亡くなりになってない？もう足音がすごいするもん。すごくない？今ちょっと動いたべ、足。それ、だるまさんが転んだだったらアウトだよ。それ、今の。動いたって言われちゃうやつだよ。だるまさんが転んだったら。もう全然持てないね、いろんなものはね。仕事がいらないか。注射器もいらないっちゃいらないけど、まあ、いいか。ここ2人かな？いや、いるな。全然いるな。被弾ゼロだよ。やっぱタクティカルグローブだよ。これ、マサルコの力じゃない。タクティカルグローブの力だよ、これ、絶対。なんでメールボックスを2個持ってるんだい、君は。そんなにお便りが欲しかった？ここにもある。お便り欲しがりの人だ。この人は。まだここにいそう。あ、ここはいなそう。ここはいないんだ。いなくて大丈夫なんだ。どっちから行くかだね。こっちから行くか。おっと？おっと？下に下がっているぞ。下に下がっているぞ。はい、ぐるぐるタイム。下に下がってるってことは言ってる人がいるってこと。やっぱ考えることは一緒か。みんなここがアークティックベースやって閉まっているぞ。そして。なぜに閉まっていると。あ、足音する。けどこれは、ここ見えにくいとこだ。いてくもないわ。これ両方から挟まれるのが嫌だな、ここ。こっちの人、さておき、こっちの人から。閉めるが邪魔。こっちか。注射器を打っちゃおう。いっぱいだから。いっぱいあるから。こっちの人は？こっちの人、こっちからも撃たれたよ。確か。うちの人は？どこ行ったの？走ってくる？
遠いんですけど、ちょっと。来た、これ来たんだったらこっちだ。どうなった、今。今どうなった？スナイピング、スナイピングしようかと思ったけど、だいぶこっちに来ちゃってた。あ、全然まだ元気じゃん。跳ねてる。嬉しいって。嬉しいって今跳ねてなかった？注射器いっぱいあるからね。使っていかないともったいないからね。まだいるよね、多分。こういう時とこれですよ。いたいた。なんかちょっと格好が違くない？あの人。格好が違う気がする。まだいた？あ、いる。ここでもスナイパーを使うというね。い まだかつていただろうか、地下ファームに。あー、それは当たんないわ。それはずるいわ。派手に転んでいただきまして。派手に転んでいただきましてと。あとこっちにもいる気がするけど、どうだい？あれ、みんなもう開いたわ。結構危なかった？もしかして大丈夫？大丈夫ね。まさか大丈夫ね。こうね。一応こんな感じで作っとくか。で、変な音しない？しないか。他にはないかな？ない？緑箱ない？緑箱。あ、あるじゃん、あるじゃん。もうジャンク部品ときた。ジャンク部品ときた。あ、これいらない。全部あさったよね。おー、これいらないか、これもいらないか。これもいらないか。見たっけ？見たね。よしよし。で、帰るにはどっちの方向行けばいいんだ？今向いてるこっちに行くのか？こう行ってこう行くのか？はいはいはい、わかりました。でもちょっと一旦ね、向こうも。
なんかここの人たちメールボックス持つの好きね。メールボックス持ちがち。すごいあるぞ。こっちの人はみんなやったんだっけ？倒れてらっしゃった。ターレットの皆さんがいる。ちょっと待って、音するぞ。全然足音するじゃん。通れないか。どこ？近い。あ、落ちちゃった。嘘。今一人？もう一人いたよね。二人だった気がするんだけど、ちょっと一旦こっち上上がって。やっぱいた。いた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 、おいでおいで。注射打っちゃおう。よし。はあ。どこいたっけ、今。もう一人の人は？あれ、もう一人の人は？あ、向こうか。こんなところで。ああ。全然前に。あ、いいね。これ変えとこう。これ、こっち。新しいのに。これ、ただあれか？ AK の耐久がまずい？これ。調子に乗ると。あ、そうか。ここで。タレット。一応、タレット、また新しい家族。新しい家族。いらない。一旦注射器。よし、じゃあ帰れるにも買おう。この作戦はどうなんだ？吉と出るか。これ、弾は足りるよね。いや、どうだろう。足りないかな。これ素直に上から帰った方が良かった。まあ、まあいけるでしょう。スナイパーできるから、今回はスナイパー持ってるから。ここはいないよね。あ、またサイレンサーつけたままだ。こうだ。こうしないとダメだ。この先にいるんだっけ？この時もこれで見ればいいんだ。ここにもいない。ここにはいない。ここはでもいつも
で、あ、違うか。いつもは、地下行った時って、アウトポストにポコって出てきて、行ってたんだ。だから、ある意味、こっちの道は、あ、違うか。だから、こう行って、いつもこう行ってたけど、今はこう行ってこう来てるから、いつも通ってる道ではあるのか、これ。ということは、この先にいるんじゃなかったっけ？あ、いる。当たんない。さすがに。当たったよ。この人何の園だ。当たってるのに。どっか行っちゃった。さすがに怖くなったか、どっかから撃たれてるか。あ、でもそこにいない？違う？あ、いる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 。いるわ。あ、当たんない。あ、いた。照らされてる。さすがに遠すぎて。止まって。止まって。あ、二人いるんだ。怖いだろうな、どっから撃たれてるかわからないの。そして誰もいなくなった。どこ行った？なんかお見合いしてたね、今。いるな。あ、やべ、撃っちゃった。ごめんなさい。ちょっと、すいませんでした。あ、でもさ、これ弾をさ、節約するにはやっぱこっちの方がいいね。よし。だいたい3発かぐらいでいけるもんね。と、向こう側の人でしょ、多分。あ、全然そこにいた。ほら、すごい威力、やっぱりスナイパー。3人。で、もう1人いたはず。もう1人こっちにいたはず。違うかな。もう向こうにみんな行っちゃったのかな。あ、いないか。さすがに。どうだ。ちょっと待ってよ。明るくなったところで見て。いないね。いないね。あっち側にとかいないね。大丈夫ね。一応警戒して。大丈夫そう。あら、すごいかわいそう。
いないね。よしよし。ああ、びっくりした。そうか。遠くから倒したのか。さて、ライフルボディ。ライフルボディ来た。キノコ食べちゃおう。で、ここからもう一回これ覗く。あ、いるじゃん、いるじゃん、いるじゃん。覗いてよかったねのやつだ。これ来る？友達で。なんか、バグってるね。バグってたよ、今。これいい作戦かも。よし。弾節約にもすごいなるし、これはいい作戦だ。これでここは2人な気がする。2人だった気がする。よし、いいよいいよ。ギアをいっぱい持っている人。この人は？ああ、もういっぱいいっぱい。タレットいらないか。タレットいらないや。とはいえ、裁縫道具も。まあ、フラッシュライトってこっちにもつくんだっけ？あ、つくんだ。じゃあこれつけちゃって、すごいダイビングスーツいっぱいだな。これお金になるんですよね。来ないから、まあどうしよう。今回電力もやらない。あ、待って、ここいそう。ちょっと待って、ここいそう。あ、全然いるじゃん、全然いるじゃん。ちょっと、全然いる。全然いる。あ、まだある。ここいいんじゃない？来るかな？来た。もう一人はどうしたの？仲間が隣でやられてるという。これで来るか？走ってくるか？友達で。来た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 。来ましたけど、スナイパー強いわと。あ、サイレンサーが邪魔になってきた。ちょっとこっちにつけとっちゃって、リサイクルし放題じゃないですか、これで。でもこれサイレンサーつけると弱くなるんだっけ。注射器1個あれして、あ、違う、サイレンサーつけてないじゃん。あ、いいんだ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 。よし、ここはもうサクサクいって大丈夫で、あとはここら辺の人を食べ、わ、すごい、これカーゴシップ、これ船にいっぱい積んでる。お宝。ずんずん行って、あとはここの人たちをやっちまえば、やっちまって外に出れば、いいわけですな。ここはいないか？ないね。よし。あとは最終の、ところに行けばいい。あ、弾も足りそう。このスナイパーがあることによって弾も足りそう。
このカーブを曲がった先に、焦ってくる、焦ってる、いますでしょう。焦っていますでしょう。2発だ。一人だけ？なわけないよね。いや、静かになっちゃう。いや、こっちってもっといるはずだよね。降りちゃった。ここ一人？一人？ここ一人ってことあんの？あるんだ。ランニングを持っていた。あ、ここ一人でも持ってらっしゃった。あの人。あ、なんか、カスエス。どうなんだろう、カスエス。一旦これをこうして、こうして、こうするか。活性酢って作れるけど作ってなかったな、そういえば。まあこれ初期段階でここに来れたら熱いみたいなことなのか。もうまさるか文明が進化してしまったので。あ、いるな。あ、来た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 。あ？今走ってきてたのに。あっちにもすごいいるじゃん。今走ってこようとしてた人。焦ってたのか。焦ってバグっちゃってたのか。いつもの構えたり構えなかったりのやつ。ここに。影だけ見える。今当たったね。でも。今ここら辺に来る。でも人だよね。この地下でスナイパーでやってる人なんていないだろうな。やる意味ないもんね。スナイパー好きなんですよね、なんかね。スナイパーロマンです。スナイパーと、リボルバー。これさ、これあんま、もう脱出ここでするのに、この、意味ないか、これ。あんまり。脱出もこれ、ね、手前でもう済んだよね。脱出って。脱出っていうか、こっからもう上がれるんだっけ？ここか？ここじゃないな。この先、ここか？こっからもう帰れんじゃん。じゃあもう帰ろう。
今が昼か夜か。昼なのか夜なのか。どっちなんだい。こっちに帰るんだよね。ここはいないんだよね。あ、いるわ。いるわ。おいで。もう注射器を打っちゃうよ、もう。もう私は帰るんでね。ここにいるってことはこっちにもいるってことだよね。多分。いるわ。すいません。ちょっと出てきてもらっていいですかね。そっち行くのちょっと怖いんで。来た。2人いるんだ。2人いるんだ。2人ともやった？2人とも倒れているか？ちゃんと倒れてますか？2人とも。あ、倒れてます。もう一人いるんじゃない？そんなことないか。さすがにここはもうこれで出れるか。よし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 。で、もう一回エレベーターだよね。ここは行って大丈夫でしょ、さすがに。いやー。ごめんなさい。ちょっと勇気が出ない。まあ別に取られて嫌なものないけど、でもね、この成果をね、持ち帰りたいっていうのあるじゃないですか。ライトは消して大丈夫。持ち帰って、で、明後日が最終ぐらいになるから、大盤振る舞いで、明日あたり遊ぶ、明後日、明後日で、もうこの、頑張ってファームした物資、ファームしたりした物資たちでいろいろも作ったりして、ロケットを作ってみたいしね、ヘリを落とすための、CCTV カメラを使ってやるやつ。よし、帰ってきた。これがもう空港のとこですよ。空港じゃねえや。フェリーターミナルのとこ。あ、昼だ。明るいぞ。明るいけど、ちょっとここ。これ誰かが、リサイクルした跡があるんだけど。これさ、活性酢って、まあ家で見ればいいか。活性酢ってちょっとここで、復活の儀できる？復活の儀。復活の儀をせっかくだからしてあげて。AK 持ちのくせにまだリサイクルしてんのかよって。思われちゃうか、これ。
ちょっと時間かかりそう。やばい、また布が溢れてきた。こういうの怖いな。海の音が。またこうやって拾っちゃうんですよね、ついついね。ついつい拾っちゃいますよね、こうやってあるとね。おお。のどかやわー。こっちはでも今アサルトライフル、今何持ってんだっけこれ。アサルトライフルを持ってますからね。アサルトライフルプラスタクティカルグローブをつけてますからね。すごい。すごいな、スクラップが。なんでだ。あ、そうか。アークティックベース行って、アークティックベース行って、その後地下に行ったんだもんね。そりゃいっぱいの物資になるか。すごい、900、910円だって。帰ろ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 、もう何もしません。もうわがままは言いません。帰ります。それでやられたかはないね。なんかもはや別にいいんだけど、でもなんかせっかくの成果を奪われるのは悔しいですよね、やっぱり。せっかくのこの成果、900スクラップ、よいしょ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 。いや、これは無事に帰れた。この地下を選んだことによって、変な輩からの襲撃を受けずに帰れるじゃないかと思うんだが、どうですか？あ、なんかあそこが消えたってことは誰かがファームしてたってことですか？そうなんですか？いるんですか？ちょっと、でもこういう割らなくて済むのは一旦覗きたくなっちゃう。覗きたくなっちゃう。ちょっと帰ろ、帰ろ、マジで帰ろ。ここら辺でね、ボン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 撃ってる人がいたんで怖いなぁ。まあさすがにいないか。もう1時間ぐらいは、1時間以上、もう2時間近くは外に出払ってたわけで。え、あんな建物あったっけ？わからんけど。うちは無事だね。うちの門をくぐってしまえば安全なのだよ。みんな家族が待ってるしね。家を守ってくれる強い味方がいっぱいいるんだ。今回のマサルコのラストは。あそこの人たちかも。ボンボン言ってた人。いやー、長い旅であった。よくぞご無事で。よくぞご無事で。よいしょ。
よし、ただいま、みんな。みんな、ただいま。もう200入ったけど、257も入れといてあげるね。ちょっと入れすぎか、さすがに。そんなにいいか。お腹いっぱいか。じゃあ、こんなもんでいいか。で、こっちのランタンの方に出るか。ツナ缶ランタンじゃない、ツナ缶ランプ。ツナ缶ランプ。ただいま、ただいま、みんな。ありがとね、守ってくれて、お家を。助かってるよ。ありがとね。あ、違う、灯しちゃった。灯しちゃうんじゃなくて。こっちに、あ、でもいっぱい入ってるわ。全然いっぱい入ってるわ。あ、もう、でも入れといてあげよう。よし。はい、ということで、今回も無事に、しっかりとファームをして、スクラップがすごいいっぱい手に入りました。900。すごいな。ちょっと量が気持ち悪いぐらいスクラップが手に入ったんですが、まあ何か覚えたりして、しようかなと思います。で、あ、こうちょうど開いたね。ちょうど開いた。こうしまっとこう、一旦。よし。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もこれらを使っていろいろ作って、これでね、ミサイルも作れるし、なんか豪遊したいなぁ、と思います。そこまでの余裕があるかわからないですけども。こうして、こっちに。あ、もう、これらは、ちょっと待って。こうして。で、いつもの感じで、こうして。で、こっちに玉入れて。まあ、ここら辺は後で整理しておきます。置きまする。あ、いいのか。これは持ってから。なんで常勤粉なんだ？今拾ったんだっけ？常勤。すごい数の常勤があるんですが。身に覚えのない常勤がいっぱい。まあ、いいか。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回はまた最終で、まあ、次回といえど、これが明日、まあ、拠点がまだ残ってるかわからないというのは毎回のこと。なのですが、もし、残ってたらまた、遊びたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録など、高評価などしていただけたら、嬉しいです。励みになります。していただいた方、本当にありがとうございます。これからも楽しく、遊んでいきたいと思いますので、また次もよかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。